2024年春ドラマ期待度ランキングお待たせいたしました。信頼と実績のドラマ期待度ランキングのお時間がやってまいりました。このチャンネルで一番伸びる動画っていうのがこの期待度ランキングなんですけれども、もう独断と偏見でやっていくしかないですね。春ドラマの定義っていうのも難しい。春ドラマってなんだって言われるとですね、5月から始まるのは春ドラマなのか、これ言われるとかなり難しいです。今ですね、地上波ドラマはボコボコと乱立していまして、もう日に日に数が増えたかと思えば、人気だった、続いていた枠もですね、閉鎖されていたりとかですね、ここドラマやってないんだっけみたいなことを把握するのもかなり難しい状況になっている中で、一応4月に始まるとされている地上波ドラマの中で、それだけでも40本ぐらいあるんですけれどもね、私がスタッフさんとかキャストさんとかストーリーとかを調べた上で、個人的に気になるものですね、今回は13本まとめてみました。これも完全に独断と偏見ですので、コメントでなんでこれは入ってないんですかみたいなことを書くのはやめてください。書き方としておかしいですからね。なんで入ってないのかを僕は30数本説明しなきゃいけなくなります。それは無理なので、私が楽しみじゃないかなという主観でしか説明できないものとかも、あったりしますので、そんな時にはですね、これ入ってないけれどもこれ私は楽しみですというコメントで書いてください。でもちろん入っているものも含めてですね、私のランキングはこれです、私の楽しみな10本はこれです、私に一番楽しみはこれですみたいな感じで、好きな楽しみなものをコメントでたくさん書いていただきたいと思いますけれども、なんで入ってないんですかだけ NG でお願いいたします。非常にですね、たくさんあるんですけれども、今期の、傾向としてはですね、かなり主演がズバッと若返ったなというか、ドラマ初主演みたいな人とかも結構いたりとかね、あとはダブル主演みたいなものも結構、多かったりしてですね、なんか主役の、重みみたいなものが結構刷新されている印象がありますね。で、原作ものばっかりだったなみたいな、印象がここ1年ぐらいはですね、もうほとんどの枠であったんですけれども、まあオリジナルにちょっと、やっていこうかなというチャレンジ精神を感じる枠とかも、結構あったりしてですね、ちょっと春らしいというか、まあ安定を取りに行くっていうよりかはチャレンジしているんだけれども、まあリスクはそんな取ってないかなみたいなドラマが結構多かったりするので、なんか大型の、枠みたいなものはあんまりないですね。結構小粒に見えるものが、多かったりするんですけれども、その中で実はこれ結構すごいことやってそうじゃないとか、実はこれ楽しみじゃないみたいなものが人によって結構分かれる、シーズンなのかなと思います。で、皆さんにですね、X 上とかでアンケートを取っているんですけれども、なんか一興みたいになっている作品っていうのはなくてですね、結構みんなそれぞれ楽しみにしている理由が違ってばらけているなという印象でございますので、私もですね、もう独断と偏見に基づいて本当に自分の楽しみな13本をピックアップしてみました。第13位、いきなり市場が入っております。個人的に楽しみなものですけれども、スナック女子にハイボールをという作品でございます。こちらはですね、4月4日スタート、木曜深夜の1時4分からスタートなんですけれども、これですね、実はですね、芸人の僕の先輩のですね、A マッソの加納さんという方がですね、前話脚本を手掛けるということで注目されているわけでございます。加納さんはですね、非常に僕は個人的にもお世話になっているので、まあ、これは完全に市場が入っていますし、A マッソさんのお笑いのね、僕はファンでも、ありますけれども、まあ、客観的に見たとしてもですね、これはかなり、チャレンジングでありますし、楽しみだなというところです。で、業界としてもですね、バカリズムさんみたいなですね、こう顔が知れていて、演者としても顔が知れていて、かつ脚本でも人を引っ張ってくることができるっていうですね、異業種脚本家っていうのが、ネクストバカリズムみたいな感じできっと欲しいに違いないんですよね。そんなところで白羽の矢が立ったのが加納さんだったっていうのは、これ結構必然的かなと、思っていまして、A マッソさんのお笑いっていうのは、まあ、すごくベタな、振り、ボケ、ツッコミみたいな感じじゃなくて、構造的にどこがツッコミなんだ、どこがボケなんだっていうことを、惑わせるところも含めて構造の、芸術みたいになっている。それでいて、まあ、お笑いでアハって笑わせることは絶対、やめないというですね、完全にシュールな殻に閉じこもるみたいなことは絶対やんないみたいなプライドも、すごくあるっていう、まあ、加納さんこれ見てたら、怒るかもしれないんで見ないでいただけると嬉しいんですけれども、そういうですね、他のお笑いとは全然違うことをやるっていうことを常に、やってらっしゃる方でありますし、文芸誌にですね、小説をですね、本当に頻繁に2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか、まあ、そんぐらい年何回もですね、文芸誌にちゃんと新作を発表して、でそれが短編集になったりとか中編小説集になったりとかして、まあ、年に1回ぐらいのペースで小説の本が出てるんですよね。そのぐらいですね、お笑いだけじゃない表現にもすごくチャレンジしている、方ですので、ドラマを書き切るっていうことがね、どういう風にできるのかというところ非常に楽しみでございます。で、設定としてはおそらくですね、まあ、シチュエーションコメディという感じで、1話完結なんじゃないかなと思います。で、山口さやか
香さんと北香奈さんのダブル主演ということで、まあ予算はですね、おそらくそんなにかけないという感じ、ワンシチュエーションなんじゃないかなと、下手したら1舞台しか出てこない、ワンセットしか出てこないみたいな、感じの低予算で、ってことは脚本がかなり大事ということになってきますので、香奈さんの脚本の、まあ、クオリティというか味にもかなりこれプレッシャーがかかっている、座組、脚本が面白いという前提で組まれている座組ですから、これはですね、逆に加納さんのやりたいことが全部できるみたいなね、状況にはなってると思うんですよね。まあ、完全に全部実現できるかわかんないですけれども、できるだけ、それを具現化しようというプロジェクトだと思いますので、脚本が核にあるプロジェクトに、山口さやかさんと北香奈さんっていうですね、実力のある二人が、呼ばれてきているという形だと思います。で、これも個人的な考察になるんですけれども、加納さんってもともとプライベートではほとんどお酒を飲まないっていう、人だったんですけれども、なんか最近 SNS で他の芸人さんとお酒を飲んでるところが、結構出てくるようになっていて、これはどういう心境の変化なんだろうって、僕は個人的に思っていたんですけれども、これの取材っていうかその飲んでる時のノリを調べるためにやってたのかなとかね、そういうことをこの告知を見て思いましたけれども、本人には聞けておりませんけれども、ちょっと、情報を知っている方いたら教えていただきたいと思います。その考察全然違うよとかね、加納さんに怒られる前に撤回しておきたいと思いますので、知ってる人いたら教えてください。第13位でございました。そして第12位はナインボーダーでございます。これは一般的にはですね、かなり人気のラインになるんじゃないかなと思います。視聴率的にもですね、結構安定で、取ってくるんじゃないかなというですね、川口春奈さん、新井純子プロデューサー、脚本の金子ありささんっていうのが、聞かざる声には理由があっての、チームということで、そのチームが3年ぶりに集結したという触れ込みなんですけれども、それ以外もですね、木南晴香さんとか、畑芽衣さんとか、まあ、一応メイン、主演というのは川口春奈さんの扱いだと思うんですけれども、男子の方もですね、松下洸平さん、井之脇海さん、木戸大成さんというですね、3人になっていまして、まあ、3人対3人みたいな、感じなんだと思うんですよね。で設定として19歳、29歳、39歳の、まあ、大台みたいな、感じ、40歳、30歳、20歳になる大台の直前のラストイヤーっていうのをナインボーダーと、定義しまして、そこの真っ只中の、3姉妹がですね、父の失踪をきっかけにですね、集結しまして、3つの L、ラブ、ライフ、リミット。まあ、これちょっとなんかね、最近流行ってんのかみたいなね、3つの愛みたいな感じの掛け言葉、ちょっとなんか簡単な掛け言葉みたいなのが流行りすぎだろうと思うんですけれども、それをテーマにいろんなですね焦りとか夢とかを描きながら進んでいく話ということですね。でこれはまあかなりオリジナル作品なので読めない部分も結構あるんですけれども、まあ実力派の人気者が集まっていますので、そんなに変なことにはなんないのかなっていう気もしますし、まあ最近で言うとさっきも言ったあの愛のない恋人たちみたいな感じで、どんな話なんだろうって思っていたらだんだん引き込まれちゃうみたいなね、その昔のトレンディードラマみたいな作りなんだけどリアリティラインは一歩低いみたいな、感じの作品として、なんかこういうラインが流行っていくのかなみたいなね、実力派を集めて群像劇をやっていく、けれども大きなすごい変な設定があるとかっていうわけではないみたいな、作品が流行っていくのかなっていう、まあ僕もかなり個人的に楽しみにしているんですけれども、世の中的な熱の方が高まるんじゃないかなと思っておりまして、まだ日にちは決まっていない4月スタートで金曜日の10時の枠でございます。まあ未知数な部分も含めて楽しみだなという作品でございます。そして第11話土曜9時の日テレの花咲舞が黙ってないでございます。4月13日土曜日スタートということがもう決まっておりまして、これはアンさんがね昔やっていた、昔ってほど昔じゃないですけれども、結構人気のシリーズがありましたけれども、それをですね今田美穂さんでまあリメイクというかですね、再ドラマ化するという形です。で僕前作の方はまあ見たことはあるんですけど、正直そこまで、しっかり熱く覚えているっていうわけではないんですけれども、個人的に今田美穂さんがかなり好きなんで、でこの世代の女優さんの中で、僕の世代で言うとやっぱり長澤まさみ、綾瀬はるか、戸田恵梨香、新垣結衣みたいな、ラインって最強中の最強だったんですけど、まあ石原さとみさんとかも、入りますけれども、そこに匹敵する人って、若い世代だとやっぱりあんまり感情をそこまで乗っけて見られる人って、まだまだいなかったんですけれども、今田美穂さんはちょっとそのクラスに匹敵するなっていう世代的な思い入れの部分に、食い込んでくるなっていうぐらいですね、なんか骨太な、感じがして、まあコメディもできるし泣きの演技もできるしっていうですね、今田美穂さんちょっとね、あの来年の朝ドラも決まってるっていうこともあって、あのすごく推していきたいなと思っている人なので、これは絶対見ようと思っております。そして第10位はフジテレビ金曜9時の枠4月12日スタートのイップスでございます。これもね異色のダブル主演って感じなんですけど、篠原涼子さんとバカリズムさんのダブル主演なんですよね。で助演で染谷翔太さんとかが入っていまして、脚本がですね大倉さんと森林さんっていう、で大倉さんはドラゴン桜2とかね、今で言うと隣のナースエイドとかやっていますけれども、森林さんっていうのも放送作家さんであり脚本家である方だと思うんですよね。なのでお笑いもできますよという、タッグで脚本を作っているっていう
ていうところ、そして、監督の演出の筧正也さんは素敵な選択肢とか、ロスタイムライフの、要するにバカリズム印、バカリズム脚本の、シリーズをやっていらっしゃる方なんですけど、今回はバカリズムさんは一応脚本には、クレジット上はタッチしないという形になっていますので、まあ、バカリズムさんの世界観、みたいなものをバカリズムさんじゃない大倉さんと森さんが、まあ、再現するという感じになるのかなというのを、まあ、脚本の、筧さんのクレジットを見て思ったところです。これはまあ、篠原さんもですね、まあ、完全にコメディエンヌというかですね、コメディめちゃめちゃ、得意な人だと、国民的に知れている人だと思いますので、もう安心してきっと見られるんだろうなと、思いますし、ブラッシュアップライフ以降のバカリズムドラマですから、バカリズムさんが脚本には一応入ってないんですけれども、バカリズムドラマという形で注目をきっと集めると思いますので、これ安定の評価がされるんじゃないかなと思います。小説を書けなくなってしまったおしゃべりなベストセラー作家と、事件を解けなくなってしまった自己評価が低いエリート刑事がですね、二人ともイップスを抱えている状態でタッグを組んで事件を解決していくというですね、登場型ミステリーという風に触れ込まれています。登場型ミステリーっていうのは刑事コロンボとか、我々に分かりやすい形で言うと古畑任三郎みたいな感じで、犯人が分かっていてどういう風に追い詰めるのか、どういう風に謎を解くのかっていうこと自体が主軸になっているという、タイプの作品ですね。これはですね、非常にいいところとしてはですね、ゲストの俳優を立てることができるっていう、ところですね。おそらく予想ですけど、まだ発表されていない人が第一弾ゲストみたいな、感じになって、その人が犯人みたいなね、ガリレオとか古畑任三郎とかって、犯人が有名な人で前はゲストで出てくるじゃないですか。そんな感じになるんじゃないかなっていう、金曜9時だから、それなりに豪華な人を前は呼んでくることもできるんじゃないかなと思っていまして、それもそれだけ聞くと結構面白そうでしょ。でその予想が外れてしまった場合にはどうなるかちょっとわかんないんですけど、でも登場型なので犯人は毎回わかってるっていうことだと思うんですよね。多分オリジナルなので先はちょっと読めないので、序盤のねドラマの枠組みがわかるところまでは少なくとも絶対見たいなと思っております。楽しみですね。そして第9位はテレ東系4月スタートという風に日付はまだ分かっておりません。月曜11時6分からの95って読むのかな、高橋海人さん主演のドラマでございます。でこれ木安康平さんというですね有名な脚本家と上條秀夫さんというですね、これもともと映画監督の方が組んでいまして、この二人のタッグっていう時点でですね、相当レベルが高いものが期待できるなと思います。そしてですね、音楽がゲイリー・アシアさんという、これホラー映画の音楽とかもやっていたりとか、まあ最近で言うと大病院選挙とか新空港選挙とかの音楽もやってらっしゃる方ですね。なのですごくですね、こうジャンル映画をですね、ジャンル映画とかジャンルドラマとかのテンションを高めるっていうことが、まあ技術的にすごく上手い方だと思いますので、まあ世界観は非常にしっかりしているんじゃないかなと思っております。でまあキンプリのね高橋海人さん、だが情熱はあるとか未来への10カウントとかでも僕はずっと応援させていただいていましたけれども、今回もですねドラマの主演をですねしっかりと抜擢されているということで、非常に今後のですね、まあドラマスターとしてですね、もう本当に着実に歩んでいるなという印象でございます。大人たちに抗うですね、1995年の渋谷の高校生たちの熱い物語を描いた青春小説をドラマ化したという形のようです。で共演者もですね、中川大志さんとか松本ほのかさんとか、非常にですね若いフレッシュなメンツがすごく集まっていまして、なんかねこの座組、スタッフさんの座組も含めてですね、映画みたいな感じになるんじゃないかなって思います。今期の中で一番映画っぽいドラマになるんじゃないかなという予想をですね、この木安康平さん、上條秀夫さん、ゲイリー芦屋さんというところから僕は、予想していまして、そこに高橋海人さんというですね、人物がハマるんじゃないかなと。で島田久作さんがですね、絶妙なところに入っていまして、この人が出てるドラマでそんなにね、ルックが安いものって僕はありえないと思うんですよ。日本映画をすごい支えてきた人ですから、でそこに若い、フレッシュなメンツも入っているっていう化学反応がめちゃくちゃ楽しみで、座組が本当映画っぽいなっていうところでめちゃくちゃ注目しています。これ個人的に相当楽しみな部類でございます。そして第8位はアンメットある脳外科医の日記でございます。カンテレ富士の系列で4月スタート、日程はまだ決まってないですね。月曜の夜10時からでございます。杉咲花さん、若葉龍也さん、井浦新さんというですね、このメンツもまたなんかちょっと映画っぽいというかね、非常に期待できそうな感じのメンツですよね。でこれは原作ものなんですけれども、記憶障害の脳外科医が主人公で、目の前の感情をですね救いながら自分も再生していくというですね、まあヒューマンドラマ、結構王道の、医療ドラマという形だと思うんですけれども、杉咲花さんがなんとフジテレビ系列の連ドラでは、初主演で、杉咲さん史上初めて医師役に挑戦するということですね。で杉咲さんはですね、最近のインタビューとかでもすごいいっぱい出ている、通りですね、非常にこう意識が、アップデートされている、意識が高い、俳優さんだということで知られていますので、そういう方に医師の役、そう
ういうセンシティブなね、仕事の役も、やっていただくと、その医療ドラマというもののジャンル自体が一歩進むんじゃないかな、みたいな、期待も持っております。で、岡山天音さんとか、生田絵梨花さんとか、千葉雄大さんとか、最近ですね、いいドラマに結構出てるな、という印象の、ある人が固まっていますので、これも相当、なかなかなんじゃないかな、というふうに期待しております。これは世の中的にもですね、期待度きっと高いんじゃないかと、思っておりまして、これ、まあ、本命になるかもしれないな、という、ぐらいに思っていますけれども、楽しみにしてるのはまあ僕だけじゃないかなというので、ちょっと順位は、そんなに高くつけなかったですけれども、かなり王道で期待度高いんじゃないかなと思います。そして第7位は、ビリーブ、君にかける橋、キムタクドラマでございます。木村拓哉さんですね。木村拓哉さん結構ドラマやってくれますね。毎年年1本ぐらいはやってくれるな。ありがとうございますっていう、感じですけれども、テレビ朝日なんですね。木曜9時の枠でございます。で、これもですね、井上由美子さん、常広譲太さんというですね、脚本演出のタッグで、これ木村拓哉さんのドラマでも結構おなじみの、メンツですよね。例えば、BG、身辺警護人とかですね、はこの2人だったりとかしまして、かなりですね、テイストが分かりやすいなと、予想つきやすいなというのが、魅力でございます。木村拓哉さんが設計士の役で新境地を開くということで、まあ、あんまり情報は出ていないんですけれども、まあ、大手ゼネコンに属しながらですね、橋を作ることに情熱を燃やしている設計士の、物語ということで、木村拓哉さんがね、もう、まあ、言葉が合ってるかわかんないですけど、もう大御所のポジションとしての役を選び始めたなっていうように思えませんか？なんかね、そのスターとして、型破りな若者代表みたいなものを演じるっていうところから、もう風間公親の時からもう指導者の、ポジションになっていましたけれども、なんかその中年の役を演じるっていうことにですね、しっかりこう軸足を、置いてきて、まあ、中堅、大御所っていうところの、役をやるっていうことで、もう完全に俳優木村拓哉、アイドルじゃなくて俳優木村拓哉っていう、キャリアになってきてるなっていう、ところで非常に楽しみでございます。で、これはオリジナルなのかな？そして音楽が林祐希さんですね。これも注目ポイントで、井上由美子、林祐希、常広譲太というですね、裏方の、名前はですね、もう本当に安定のメンツになっていまして、非常に楽しみでございます。テレビ朝日開局65周年記念ドラマという位置づけのようですね。で、他のキャストさんがね、まだ発表されてないのと、スケジュールがまだ決まってないので、おそらく結構4月の後半、遅いところから始まるんじゃないかなというふうに予想していましたけれども、まあ、僕、木村拓哉さんのドラマで、そんなに外したものっていうか、あんま全然だなみたいに思ったものって正直ないぐらい、まあ、結構木村さん B 期の、ところもあるんですけれども、今回はそんな木村さんドラマの中でも結構ネクストレベルのキャリアに行くっていう、気合がこの座組告知の時点ですでに見えるなっていう感じで、そこにですね、脇を支える人たちがどういう風に集まってくるのかっていうところで、もうドラマが始まってるぐらいの感じで、スポーツ観戦みたいなね、スタメン発表を見るみたいな感じで、引き続き情報を楽しみにしたいと思っております。そして、第6位は、366日でございます。月9ですね。月9がね、申し訳ないけど、なかなかうまくいってないですよね。結構連続でミスっちゃってるなっていう、まあ、企画はチャレンジングなんだけど、実を結ばないね、みたいなことが、まあ、私のカウントだと一応3期ぐらい連続で続いちゃってるのかなという印象なんですけれども、そこに来てですね、HY のあの名曲、366日、1992年生まれの私とかはね、もう土世代ですけれども、何回カラオケで聞いたことかっていう、感じですね。4月8日月曜日、もちろんフジテレビでございますけれども、これ注目ポイントとしてはもちろん、主演がですね、広瀬アリスさんと前田ゴードンさんという、まあこれかなりなんていうのかな、視聴率取りに来てるっていうか、若者の視聴率取りに来てるなっていう、印象の、なかなか SNS 映えもするいい感じのコンビを作りましたねっていうナイスキャスティング、この時点でかなりナイスキャスティングですけれども、私が注目しているのですね、脚本の清水由佳子さんでございます。この人、名前覚えてらっしゃいますか？覚えてない方いたらですね、ドラマのテストにすぐ出ますので、ぜひとも覚えていただきたいですけれども、このチャンネル的にはもちろん最愛の方でございます。清水由佳子さん、最愛をですね、奥寺里子さんというですね、大御所の脚本家と一緒に書いていた、方でございますけれども、だからオリジナルも作ることができるということですね。そして2023年はリバーサルオーケストラを、作っていた方ですよ。その前もですね、リバースとか、夜行観覧車とか、そのチームでもやっていますし、非常に安定のですね、群像劇を描ける方なので、月9ついに久しぶりの改作が出るんじゃないかと、心良い方の改作が出るんじゃないかと、いうのをですね、僕含めいろんなドラマウォッチャーが楽しみにしているんじゃないかと思います。そして演出もですね、平川雄一郎さんという、まあ、かなり、大御所の方で、世界の中心で愛を叫ぶとか、白夜行とかルーキーズとか、天皇の料理番とかですね、天国と地獄とかですね、本当にもうヒット作をめちゃくちゃ手掛けてらっしゃる。平成のドラマの歴史はこの人抜きには結構語るの難しいんじゃないかな。この人の作品全部 NG になったらドラマの、歴史は語れない
ないんじゃないかなという人がですね、手掛けていらっしゃいますので、久しぶりの月9にかけてもいいんじゃないかなということで、月9にちょっと愛想つかしかけている方も、月9に戻ってきてはいかがでしょうかという、ぐらいの力の入った作品ではあると思いますので、ぜひとも楽しみにしてください。そして、第5位は、火曜9時のデスティニーでございます。テレビ朝日系列で4月9日の火曜日からスタートということになっていますけれども、石原さとみさんがね、休養されていたと思うんですけれども、復帰作でございますね。おそらく3年ぶりなんじゃないかな。相手役がなんと亀梨和也さんですよ。亀梨さんの話ってさ、このチャンネルで実はめっちゃしてるんですよね。映画の時もそうですし、ドラマの時もそうですけど、亀梨さんの話って結構僕はついついしてしまうんですけれども、そんな二人が中心にいながらですね、これもオリジナルなのでかなり先が読めないなという感じ。だから今期全体の傾向としてやっぱりね、あの楽しみな王道のど真ん中にある作品でオリジナルっていうものが、結構ありまして、それはありがたいなと思いますよね。石原さとみさんが演じている主人公がケンジなんですけれども、まあ、とあるですね、まあ、ロースクール入試を間近に控えたある日にですね、事件が起こってしまうと、そこから運命がいろいろ狂ってなんやかんやがってケンジになりましたという、ところから始まるっぽいんですけれども、ケンジになって数年経った後にですね、そのケンジさんの前に、その事件以降消息不明だった元同級生が現れて、再び過去と向き合う羽目になるという話なんですけれども、その同級生が多分亀梨さんだと思うんですけれどもね、っていう感じのなんか最愛とかをねちょっと彷彿させるような、オリジナル作品になっていまして、これオリジナルで、まあ、多分ミステリーだと思いますので、これ見甲斐がありますし、まあ、考察しながら楽しむっていうのにも結構向いてる、作品になるんじゃないかなと思っております。で、吉田のり子さんというですね脚本家の方、この方もかなり、ベテランの方ですけれども、ドクターコトー診療所とかですね、最近で言うとリエゾンとかですね、そういう医療ドラマみたいなのもやってるかと思えば、東野圭吾さん原作の、作品とかも結構手掛けていたりするですね、いろんな割と真面目な作品を、いろいろ幅広く感動ものからミステリーものまで描けるっていう感じの方だと思うんですけれども、そんな方がオリジナル作品をやるので、これかなり楽しみだと思いますね。考察盛り上がるとしたら結構これなんじゃないかなという気もしますし、やっぱり最後のどんでん返しとか伏線回収でぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうような脚本家の方ではないので、そんな方ではないので、そこはしっかりしてくれるんじゃないかなとも思います。そして音楽が、この方も名前をねぜひとも覚えていただきたいですけれども、徳田雅宏さんでございます。この人はですね、ほぼマイクドラマの音楽を手掛けていらっしゃるですね、現在39歳の、まだまだですね若い方ですけれども、このチャンネルで言うと何ですかね、石子と羽男ですかね、サイレントですかね、まあいろいろ本当にミュー404でもいいですけれども、関節や朝顔でもいいですけれども、本当にもうたくさんいろんな作品を手掛けていらっしゃいます。それこそリエゾンも、やってらっしゃいますけれども、花崎舞が黙ってないもうやってやるので今期2本なんですよね、ついに。この間はグレートギフトをやってたのか、一番好きな花をその前やってましたね。だからマイクール徳田さんの、取り合いになっているんですけれども、去年の1月クールは星降る夜にとリエゾンをやっていまして、今期はですねデスティニーと花咲舞が黙ってないみたいな、感じで1年にですねワンクールぐらい2本やることがあるっていうね、どんだけ人気者なんだよっていう感じですけれども、音楽は絶対いいので、ぜひともですね音楽楽しみがてら見るのがいいんじゃないかなと思います。これ非常に、先が見えないので楽しみだなと思います。そして第4位、ここからかなりねみんな楽しみというラインになるかなと思いますけれども、日曜劇場アンチヒーローでございます。長谷川博己さんが主演ということが決まっておりまして、これはめっちゃ楽しみですね。もちろん日曜9時からで TBS でございます。北村匠海さんとか、堀田真由さんとか、大島優子さんとか、木村佳乃さんとか、そしてなんと野村萬斎さんの出演も決まっておりますというですね、まあ王道のまあ日曜劇場っぽいなみたいなね、出てそうだなみたいな、人はそんなにいないですよね。国民的な知名度はあるけれども、めっちゃ日曜劇場みたいな、イメージの人はいないので、結構フレッシュな、ルックになるのかなとかも思っています。そして完全にオリジナル作品ですので、どういうことかっていうのは全然わかんないんですけれども、コピーがですね、殺人犯へあなたを無罪にして差し上げますというですね、4月14日スタートというのが告知されましたね。殺人犯も無罪にしてしまうというですね、アンチな弁護士を通して、正義とは何なのかということを問いかけていく逆転パラドックスエンターテインメントというですね、大体この枠、こういうですね、聞いたことない、ドラマのジャンルを作るのが、非常に遊び心として好きな、枠だと思うんですけれども、プロデューサーのね、飯田和孝さんとかですね、演出の田中健太さん、あと宮崎洋平さん、この人ですね、ビバンの時にですね、いろんな、面白い映像とか、裏話とかを X で、Twitter でポストしてくれていた方ですけれども、そういう安定の座組でございますね。で、長谷川博己さんは、小さな巨人以来7年ぶりに日曜劇場に主演と、いうことなんですけれども、それ以外の方もね、そんなにね、別に
日曜劇場のイメージって、今挙げた6人、あんまないっすよね。っていう感じなので、日曜劇場っぽいっていうよりはか、みたいな、感じになりそうですね。なんか、個人的にはなんか、ワウワウドラマとかみたいな、風なテイストになるんじゃないかなと思っておりますけれど、ワウワウ関係ないですけどね。なんか、色としてザ日曜劇場みたいな、感じにはならない気がしてて、まあ、強いて言うならビバンっぽい感じなのかなとか、は思いますよね。これは結構、こう楽しみですよね。なんやかんや長谷川博己さん出てるものって結構見ちゃうなみたいなね、人も多いんじゃないでしょうか。私もその一人でございます。楽しみにしましょう。そして第3位はちょっとクセモノかもしれないです。4月24日水曜日からの君と雪手作新選組青春6でございます。これはねちょっと盲点の人も多いんじゃないかと思いますし、なんでそれっていう方も、いると思うんですけれども、なんとこれ原作が手塚治虫なんですよ。手塚治虫先生の原作のドラマって今時ありますか？手塚治虫さんの新選組という、これも、結構素晴らしいですね、漫画なんですけれども、それをなんと今ドラマ化するんだっていうですね、わざわざそんなことしなくてもっていうような企画なんですよ。なので、おそらく何かしらの企画意図があるんじゃないかなと、思うんですけれども、主演として仮面ライダーリバイスで共演した前田健太郎さんと奥智也さんというこの二人がダブル主演になっているということで、仮面ライダーファンとかも入ってくるんじゃないかなみたいなね、そういう座組のしたたかさも、ありつつですね、新選組の大使ですね、メンバーの役っていうのはオーディションで選んだみたいなですね、なんか新しいことをやろうとしてる感ビンビンなんですよね。なんだこの枠っていう、何がしたいんだっていうですね、で水曜日の深夜0時15分からのテレビ朝日系列っていう枠で、そこまで深くないっていう、なんか1時何十何分とかじゃなくて0時15分ってそこまで深くないっていう、何がしたいんだろうみたいなね。でこれは新選組の大使っていうと主演が近藤勇なのかなとか、主演が土方歳三とか沖田総司とかなのかなと思われがちなんですけれども、手塚治虫さんの原作もオリジナルキャラクターがメインなんですよね。主演の2人メインの、今回の主演の2人もそうですし、手塚治虫さんの漫画も主人公の2人が、架空のキャラクターなんですよね。を中心にあとは周りに歴史上の実際に近藤勇とかいた人物が描かれていくっていう話なんですけれども、結構青春ものの爽やかなタイプの作品ですので、なんでやるんだろうとかまあちょっと思うんですけれども、非常に楽しみです。脚本が坪田彩さんという方で、この人はですね、このチャンネル的に言うと、初恋ザラリですね。であとはですね、2023年にはなんかのランキングで僕探偵ロマンスっていう作品を激推ししたりしましたね。とかコウノドリのシリーズとかもやっていらっしゃる方で、本当に安定の、脚本の方でございます。その時点でもう本当に大失敗とかは絶対ないんですよ。でそこに河合隼人さんというですね、未来への10カウントとかの演出もやっていた方が演出を手掛けるっていうことで、脚本演出ともにですね座組安定なんですよ。そこでこんなチャレンジングなことをやるっていうのが、何がしたいのかっていうことを非常に楽しみにしております。原作も好きだし、脚本家も好きだし、演出家も好きだし、キャスティングもチャレンジしてるしっていうことで、これは押さない理由がないですね。で手塚治虫さんの原作を持ってくるって、これさ、ネットで人気の漫画を持ってきましたとか、その本屋大賞で売れたミステリーを持ってきましたとかっていう、そのありがちな原作の引っ張り方じゃないっていう時点で、オリジナルと同じぐらいチャレンジングだと思いますので、これは僕の中で相当ポイントが高いんですよね。なので全然興味ないとか全然ノーマークだったという方もですね、第1話をちょっと一緒に見てみましょうよというお誘いでございます。面白そうでしょ、何してんだろうってすごい気になるでしょ。こういうですね宣伝の仕方も僕すごい大事だと思いますので、ぜひとも皆さんも見てみてください。そして第2位はNHK でございます。すいません。NHK ドラマ B 期の私ですから、あんま NHK 入ってこないなぁと、怪しいなぁと思っていた方もいるんだと思うんですけれども、ここで、入ってまいります。ツバメは戻ってこないという NHK 総合火曜10時からの枠でございます。これ4月ドラマではおそらく最後に始まるんじゃないかなと思います。4月30日の火曜日スタートでございます。石橋静香さん、そして稲垣吾郎さん、森崎ウィンさん、伊藤真理香さん、キャスティングいいでしょ、実力派しかいないでしょっていう感じで、もうこの時点で僕の中ではもう圧倒的に、かなり期待度が高いんですけれども、脚本ですよ。やっぱり脚本がですね、長田育恵さんという方で、この人の脚本も僕はかなり注目しています。でいろいろですね、まあ、舞台とかミュージカルとかもたくさん書いてらっしゃる方なんですけれども、まあ近年テレビドラマをですね2016年以降、バンバン手掛けてらっしゃいまして、NHK のドラマが結構多いんですよね。でランマンの脚本を書いていた方でございます。がですね、ツバメは戻ってこないという作品をやることになっていまして、 NHK BS プレミアム 4K でも放送されて、まあ、ほぼ同時に NHK 総合のドラマ10の枠でもやりますということなので、これ相当力入ってますね。 NHK 的にね、 BS でも総合でも同時に配信しますっていうのは、これ非常に力入ってるなと思います。そして原作小説が桐野夏生さんの吉川英治文学賞毎日芸術賞をダブル受賞した同名小説ということで、これもストーリーも軸もしっかりしてるに違いない。そして音楽が
エヴァン・コールさんです。エヴァン・コールさん、覚えてる人いますでしょうか？大河ドラマのクレジットで見た記憶をちょっと掘り起こしてみてください。そう、鎌倉殿の13人のエヴァン・コールさんですよ。あの壮大な音楽をですね、もう NHK 印、ある意味 NHK の、今期の一押しドラマみたいな感じで言ってもいいんじゃないかなというぐらい僕は注目したいと思っています。まあ、テーマが代理出産というテーマになっていますので、非常に現代的な、悩み、社会問題でもありますし、非常に描く価値がある作品だとも、思いますので、これ本当にノンストップエンターテイメントという風にもう振り込まれちゃっていますので、純文学的なテーマもありながら、エンタメとしてもすごい仕上がってるということになりますので、これはね、おそらく NHK の大奥とかを去年エンジョイした人とかはですね、絶対楽しめると思いますので、これはちょっと一緒に見ませんかというお誘い、これもお誘いでございます。僕は絶対これ最後まで、もう見ることほぼ確定してますね。これはもうスタッフ撮ってもキャスト撮っても原作撮ってももう楽しみな要素しかないということで、オリジナルではないですけれども第2位にランクインさせていただきました。そして第1位はこれはね、ダークホースがですね、つい最近この動画を撮っているタイミングの一昨日ぐらいに、いきなりバーンと告知されたんですよね。ドラマイズムという枠、これも僕かなり好きな枠です。MBS で、まあ、TBS 系列でも放送されるという枠ですけれども、4月16日火曜日からスタートの滅相もないというドラマでございます。謎のタイトルですけれども、聞いたことなくて当然でございます。原作はないオリジナルですからね。そして加藤拓也さんという、まあ、演劇界のですね、もう新進気鋭の風雲児と言われていた人ですけれども、最近はもう映画にも進出して、僕は私たちは大人というですね、まあ、あらすじを説明するのもですね、結構胸くそ悪くなるような、まあ、モラハラの話っていうと、まあでもそうやってくくるのもなみたいなですね、非常にこうディープで、胸に引っかかるようなですね、結構きつい映画をね、監督脚本した人としてですね、僕は結構ですね、まあ心に刺さっている人なんですけれども、最近2023年で言うと日本フランスの合作で、ほつれるという映画を監督脚本した、人でもあります。で、綺麗の国、ドラマで言うと綺麗の国、死にたい夜に限って俺のスカートどこ行ったとかも、やってらっしゃいますし、監督と脚本をまあ兼ねる人なんですよね。なので企画から多分おそらく入っている作品がほとんどなんじゃないかなと推測するんですけれども、このご本人のコメントとしてはですね、まあ映画を作れば演劇っぽいと言われ、演劇を作れば映画っぽいと言われ、それが嫌になったのでドラマにしましたみたいなことをおっしゃってるんですけれども、そういうですね、一個一個の活動にイズムが乗っかってるというかですね、モチベーションがすごくしっかりあるからこそ、ものすごく尖ったものを作るというタイプの作家でございます。そんな人が今回何をやるのかと言いますとですね、日本に7つの謎の穴が現れたという話らしいです。演劇と映像を交差させた完全オリジナルの SF 群像劇という風に触れ込まれていますけれども、キャストがですね、中川大志さん、染谷翔太さん、上白石萌歌さん、森田心さん、古舘寛司さん、平原哲さん、久保田正孝さん、堤真一さんなどなど、すごいメンツですよね。全く読めないですけれども、ぜひともですね、これ、X とかで調べてですね、ティザーの動画を見てみてください。まあ、シュールって言うとちょっとくくりすぎというか、言葉は簡単すぎるんですけれども、本当にもうシュールとしか言いようがないですね。まあ、ちょっとテレビドラマ離れしているというかですね、まあネット配信オリジナルでちょっと予算かけて作られたんじゃないかみたいなドラマの味に、ちょっと見えなくもないんですけれども、地上波のちょい深夜のドラマの枠でやる映像じゃないだろうみたいな、感じのシュールゴージャスなルックなんですよね。でキャストもさ、俺ちょっと古舘寛司さんが出てる作品ってさ、あんま外しないなと思っていまして、まあ、あと久保田正孝さんかな、とかが出てる作品ってあんま外しないですよね。その辺のね、キャスティングにも結構こだわってんじゃないかな加藤さんがっていうのもちょっと邪推してしまうぐらいですね、おそらく理想的なメンツが集まってんじゃないかなと、思います。で、この辺に貼っとく、引用して貼っとくつもりですけれども、このキービジュアルもさ、なんか堤真一さんがさ、こうグッてやってさ、なんか変な角度でさ、ちょっと、キュビズムっぽい格好で立ってるみたいなさ、どういうアングルみたいな、感じの、なんか見るもののさ、視点をバラそうとしてる感じ、ゴリゴリみたいな、感じで、すごいドラッギーな感じのね、世界観がこのキービジュアルでもう一発で表現できてる。でぜひとも予告も見てほしいんですけれども、これも今までの地上波ドラマでは見たことないものが見られることは間違いないと思うんですよ。で結果それが好きだったとか、まあそんな自分はワクワクしなかったなとかっていう人も、見終わったらいると思うんですけども、でもね、見たことないものが見られたっていうことで言うと満場一致になるんじゃないかなと僕は予想していまして、これすいません、ちょっと私の
脳の癖的にはちょっと1位にせざるを得ませんでしたと、いうことで、これが私の期待度ランキングベスト13でございました。ちょっとですね、期待度ランキング始めてからかなりいろいろやってきたんですけれども、相当癖が、濃いランキングになってしまったかなと思いますので、皆さんのコメント含めて、完璧な2024年春ドラマ期待度ガイドにしたいなと思っておりますので、ぜひともコメントのご協力よろしくお願いいたします。引き続きですね、ちょっとこれ取りこぼしたなみたいなことあったら何千みたいな感じでまとめたりとかですね、まあ、あとおなじみの、初速ランキング、第1話を一応一通り見ましたという上での、面白そうな初速のランキングとかもまあやっていきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いいたします。以上、大島康幸でした。ありがとうございました。